Yeah.
惜しい。Yeah.
ッケー。遠流のスペシャル第7戦第1位は絶景ナンバー、それこそ1番高橋宏さん、おめでとうございます。ほんま？いいかな。はい、四国の詰め合わせ、徳島の詰め合わせ、そして伊達、そうめんとグリップ少女よりプレゼント受け渡しです。さあ、ロッシーこと高橋宏さん、おめでとうございます。一言どうぞ。はい、まずは皆さん本当に応援ありがとうございました。これで4年連続なんとかチャンピオン取れたんですけども、本当に今年はね、熊本くんと、3ポイント差だったんですね。なので勝った方がチャンピオンという感じだったんです。はい、なので本当に今日は主力を尽くして、もう愛想も何もなく、もうぶち抜きまくりみたいな感じで大変失礼しました。まあでも本当結果が出てよかったです。はい、応援ありがとうございました。タイヤ1位にプレゼントなんですけれども、こちらどういたしましょう。欲しいですか。はいはい、はい、小牧に手挙げて、イエーイ。小牧じゃんけん大会を行おうと聞いております。それでは記念写真へと移らせていただきます。ロッシーその位置でいいの。いや、こっち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 、真面目なショップ買うやね、これね。いいかな。まーす。はい、チーズ。え、1枚でよかった。いい？すいません、これで、Gネット店のですね、年間のランキングが決まりました。先ほど言いましたように、高橋宏選手がこれ総合優勝ということで、この表彰も合わせて、行いたいと思います。この写真お願いします。ちょっとロシさん感情が入ってですね、今ちょっと感動のところでちょっと少々お待ちくださいですね。もう相当きつかったみたいですね。今日もですね、もうユータとのバトルがすごすぎてですね、もうこんだけですね気持ちを入れてもう取れなかったと思いますので、はい、重いんですよこれは。今年は重いですね。はい、今年は重かったです。じゃあ、はい、それで写真お願いします。いい位置ですか。はい、OK。 ありがとうございます。